興奮冷めやらぬポケットモンスターソードシールドの新コンテンツ鎧のこと冠の雪原。今回はですね、まあサムネの通りなんですけども、今ですね、SNS やネットでポケモンソードの新キャラクターのクララが、鬼滅の刃の虫柱胡蝶忍と恋柱甘露寺蜜璃を足したキャラなんじゃないかって騒がれてまして、結構パクリだというコメントとかも見かけるんですよ。で、最初に言っておくと、両方好きな作品なので、僕はどっちの味方とかそういうのはないです。これに対してね、ちょっと今回は僕なりの意見を話したいと思ってます。鬼滅とポケモンの両方を考察している YouTuber としては、これはですね、見て見過ごせぬテーマだったので、ちょっと今回こういう形で動画にしました。ということで今回は、クララと胡蝶甘露寺の似ている関係と、山ちゃんの意見についてね、話したいと思います。それではどうぞ。3人の関係。まずですね、不覚にも僕もですね、最初クララを見た時に、胡蝶さんに似てるなーって思ったんですよ。それで今、鬼滅の刃って、ものすごい人気じゃないですか。そんな人気もあってネットや SNS でクララが発表されてから胡蝶甘露寺と似ているコメントを結構見かけるんですよ。確かにね、こうやって比べてみるとめちゃめちゃ似てるんですよ。で、これに対して僕個人の意見はちょっとね、最後にまとめて話したいと思うんですけども、あえてね、一旦胡蝶と甘露寺、クララをね、比べてみたいと思います。まずはね、クララから説明しますね。名前はクララ、背番号881。名前の由来はクララで、花言葉は個性です。毒タイプのポケモン使いで、マスタードの道場で修行に励むトレーナーで、公式サイトを見ると、人気者への憧れから、可愛いの追求に余念がない、計算高さを武器にいつも笑顔で過ごしているとのことです。あとですね、ポケモンのキャラには結構珍しいんですけども、スタイル抜群のグラマーな体型をしています。対して胡蝶についてなんですけども、名前胡蝶忍、階級柱、誕生日2月24日、身長151センチ、体重37キロ、出身地は東京府北豊島郡、趣味は怪談話、好きなもの生姜の佃煮。胡蝶さんは虫の呼吸の使い手で、富士の花から生成した特殊な毒によって鬼を滅殺しています。鬼滅の刃見てる方ならわかるんですけども、鬼滅屈指の美人キャラで、善逸曰く顔立ちだけで食べていけそうなレベルとのことなんです。次に甘露寺蜜璃です。名前甘露寺蜜璃、階級柱、誕生日6月1日、年齢19歳、身長167センチ、体重56キロ、出身地は東京府の麻布、趣味は料理と麺粉、好きなものは桜餅となっています。恋柱の2つ名を持つ美貌の剣士で、パッと見てもらえばわかる通り、作中屈指のお色気キャラでもあるんです。そんな2人のね、柱とクララの共通点を見ていくと、クララはね、毒タイプのポケモン使いなのに対して、胡蝶忍も毒によって鬼を殺します。そしてクララは公式サイトによると、いつも笑顔で過ごしているとあるんですけども、胡蝶忍もこの辺は結構似てるところがあるかなと思ってます。さらにポケモンの女性キャラの中では珍しく、クララはスタイル抜群なんですけども、そこについては甘露寺も同じかなと思います。そして何よりもそのデザインで、胡蝶のような蝶々のようなリボン、甘露寺のようなピンクの髪の毛、胡蝶のような白い上着、甘露寺のようなニーハイソックスと挙げていったらキリがないんですけども、確かにね、似ていると思う人も多いと思うんですよ。とまあここまで話してきたわけなんですけども、ここからはね、ちょっと個人的な意見になります。確かにね、似てるポイントはあると思うんですけど、正直ですね、模倣したとは言えないぐらいオリジナル要素も結構あると思うんですよ。あとですね、 SNS で誰か言ってたんですけど、ポケモンに登場してた過去のキャラが他の作品に似ていることはよくあったようなんで、もしかしたら裏ではね、鬼滅側とそういう話になっているのかもしれませんし、正直ね、事情がわからない以上、あんまりね、パクリパクリと騒ぎ立てて両方のファンがお互い不快な感じになるのは良くないのかもしれないですね。にしてもザシアンは2、まあ、僕なんかが偉そうに言うのもおこがましいんですけども、僕も考察動画を作っているので、何かのキャラクターを歴史や伝説上の人物と比べることもあって、比べられた側が不快でネガティブにならずに、価値や意味ある比較になるように気をつけてね、動画を作ってるつもりではいるんですけども、一方的にツイッターのコメ欄とかで不快な感じにならなければいいのかなと思います。ちなみにですね、鎧の孤島に登場するウーラオスって電撃の型と一撃の型を持つじゃないですか。この型っていうところが鬼滅の刃の剣技の型を真似ているっていう風に言われていて、これはさすがに無理ありません？もちろんですね、過度に批判的な感じのコメントを残している人は本当ごく一部の人たちなんで、全ての人たちじゃないので、そこはね、ポケモンファンが全員なんだ、鬼滅ファンが全員そういう風に思ってるんだっていう風にマジで思わないでください。まあ、とりあえずね、新キャラクララが最高で、鬼滅も胡蝶や甘露寺がこれからも最高だったらいいかなと思います。眩しい日差しに